はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、チューハイですね。タカラの缶チューハイの自家絞りですね。これの、ニュージーランド産ゴールドキウイというね、キウイの、ね、チューハイっていうのはなかなかないんじゃないかなと思いまして、買ってみました。アルコール度数 5% で果汁が 1%。ストレート混濁果汁と書いてあります。こちらはですね、まあ、珍しいことに、原材料にしっかりちゃんと焼酎を使っているね。ウォッカではなく焼酎を使った。キウイ果汁と焼酎と糖類と酸味料と香料。まあ、結局のところ、あれは、甘味料は含まれてないと。ね、これも安心。世界各地から厳選した果実を使用した限定出荷の自家絞り、世界のフルーツ瓶シリーズ、ニュージーランド産ゴールドキウイを丸ごと裏ごしして絞ったストレート混濁果汁を使用と。うん。ね。限定出荷らしいです。ね。限定に弱い。日本人は限定に弱い。ね、俺も限定に弱いですけどね。ついつい買っちゃう。うん、乾杯。うん。ああ、キウイですね。ああ、久々にキウイ食ったわ、みたいな。うん。ああ、そうや、キウイってこんな、久々に食ったな。自家絞り。うん。やっぱりね、タカラはね、このね、甘味料使ってないからね、非常に、甘さが、なんか、後に残ってこない。うん。確かにほのかに甘いんですけど、しつこくない甘さですね。うん。あ、うまいな。普通にうまいわ。あら、これはうまい。うん。これは、果汁 1% とは思えない。ほどのなんか、しっかりキウイの味を、しっかり出てますね。うん。うまい。まあ、基本的に、この、宝酒造はね、基本的にチューハイでは、甘味料とかはあまり使ってないのかな。うん。に加えてやっぱ焼酎を使ってるんですよね。ウォッカではなく、焼酎を使ってる。ので、かなり、うん。なんか、ね。さすがチューハイと。さすがチューハイの、ね。老舗メーカーといっただけはありますね。チューハイというか、焼酎か。うん。あ、うまいな。自家絞りシリーズうまいな。普通に。これ自家絞りシリーズこれ、何飲んだんだっけな。ちょっと覚えてないですけどね。昔飲んだ気はするんですけど。
飲酒動画で上げてたとは思うんですが、どこまで上げたかちょっと覚えてないんで、美味しい。これ美味しい。ニュージーランド。ニュージーランドって言うとあそこか。オーストラリアの、あたりか。まあ、ただし、甘味料を使ってないんで、カロリーがね、うんちゃらかんちゃらだと思いますけどね。カロリーが、100ml あたり50キロカロリー。これが高いんだか、悪いんだかようわからんけど。となってます。タカラは、俺基本的に 3% の以下のあの、チューハイって買わないんですけど、なんかすりおろしっていうチューハイが、これ 3% ですね。それも販売してるみたいです。で、あと、期間限定の美味しいチューハイ。果汁が 50%。でもアルコール度数 3% か。オレンジとリンゴ？果汁が 50%？ はぁ？マジで？果汁 50%？ リンゴと？みかん？あとトロピカルミックスってやつ。ちょっと待って、これ。美味しいチューハイ。糖類不使用。優しい微炭酸だって。糖類不使用。甘味料使ったのかこれ。怪しいな。甘味料使ってんのかな。糖類不使用って書いてるけど。ああ。よくわからないですね。まあいいか。まあそんなこんなで。美味しいチューハイか。50% で 3% だもんな。あんまり意味ないですね。で、あと、珍しいのがウーロン割りとかね。緑茶割りっていう、チューハイがあるんですけど。これ結構美味しいっちゃ美味しいけど、まあ言うてもわざわざこれを買う必要はないですね。普通にお茶とウーロン茶買って、焼酎で割り合いだけですからね。なんか、買うのがバカバカしくない。
まあ、やっぱり、ね、缶チューハイでしょうね。宝はね。これは本当に美味しい。ただし、アルコール度数が、なんと 8% レモンね。レモンが 8%。で、グレープフルーツも 8%、ライムが 7%、プレーンも 8% ですね。だいたいグレープフルーツとライムとプレーンとかなんて、ほぼ見かけないですね。特に見かけないのはプレーンでしょうね。こんなん人生で見たことがない。こんなん。ライムとグレープフルーツは買ったことあるんですけど。このプレーンなんて見たことないわ、こんなん。逆に飲みたいわ。しかもさらに言うと、缶チューハイのこれ、ペットボトルのがあるんですよ。500ml ペットボトルのね、缶チューハイのレモンがあるんですけど。これも見たことないですね。缶チューハイなのに缶じゃないっていうね。だいたいペットボトルのチューハイってこれが初めてじゃないか。下手したら。見たことないですけどね。まあそんなこんなでですが、こちら美味しいですね。自家搾りね。キウイの味がしっかりしてて、やっぱり大体がして珍しい。キウイ味のチューハイはそもそも珍しい。ね。甘みも三つ星。香り四つ星。これ美味しい。これやっぱり、美味しいっすね。安定の四つ星。うまい。これはぜひ、キウイ。ただまあ一つ弱点というかまあね、よろしくなかったところを挙げると、正直焼酎の味がしなかった。ぐらいかな。まあやっぱり、キウイの味でだいぶ死んじゃってて、よくわかんなかったですね。レモンとかね、あんまり、ああいったフルーツだったら、焼酎の味もするんでしょうけど、ちょっとキウイはあまり、これしなかったですね。あ、ということで、3344です。ご視聴ありがとうございました。